しもし？生きてる？やばい。人類殺したなんてバレたら、僕死刑になるかもしれない。あ、目開けた。気分はどう？どこか痛んだりしない？僕のことわかる？ああ、よかった。生きてた。本当にびっくりしたよ。殺しちゃったんじゃないかと思った。ああ、僕は決して怪しいものじゃないよ。君を鈍器で殴ったんでもないし、崖から突き落としたんでもないし、自動車で引いたわけでもないから。それじゃあ僕が一体何者なのかっていうと、まあ、ひょんなきっかけで君の精神に入り込んじゃったってだけの精霊なんだよね。こいつ一体何なの？とか、この状況は何事なの？とか、ツッコミ入れてくれるとありがたいんだけど、ねえ君、本当に大丈夫？僕のこと見えてる？うわ、要望通り冷静なツッコミありがとう。でも僕別に変な子じゃないから、君とは存在のあり方が違うだけだから。だって精霊だし。はぁ、とりあえず僕のことは認識できてるようで何よりだよ。それにしても君、落ち着いてるね。もし君が目覚めたら、キャー、ここはどこ、あなたは誰ってなことになると思ったんだけど、まさか記憶だけじゃなくて人格まで飛んじゃったのかな。大変だ。とりあえず最初から説明するね。僕はオリオン、とある別世界から来た精霊さ。で、ちょっとした用があって人類の世界に向かってるところだったんだけど、その途中で君の精神と衝突してね。僕にもよくわからないんだけど、何かの加減で君の心の中に閉じ込められちゃったみたいなんだ。そして君はその衝撃で意識を失ってたみたいだね。で、言いづらいんだけどさ、実はその時ついでに君の記憶も飛んじゃったみたいなんだよ。いや、参ったね。ごめん、ここどんどん突っ込んで。今君の常識にないはずのことをいっぱい言ったはずだから、お願い、スルーしないで。え、本当に？そっか、そもそもいきなり変な空間で目が覚めて人外の存在がベラベラ喋ってるんだもんね。こんな異常な状況じゃ何言われても信じるしかないよね。僕の不注意で本当にごめん。君の記憶を戻すためなら何でも協力するよ。っていうか、そうしないと多分僕君の中から出られないんだよね。はっきりとはわかんないんだけど、多分僕は君の消えてしまった記憶の部分に閉じ込められてるんだと思う。僕が君の精神に入り込んだ分、君の記憶が押し出されたってイメージしてもらえばいいかな。だから君の記憶が戻れば、今度は僕の方が押し出されると思うんだよね。もしかしたら他にも方法があるのかもしれないけど、今はそれ以外方法が思いつかないんだ。記憶喪失にさせちゃったことは本当に申し訳ないと思ってる。だから一緒に記憶を元に戻そう。よかった、ありがとう、分かってくれて。でも本当なら、歯食いしばれとか言われてもおかしくないとこだよね。君って理解が早いんだね。頭が柔らかいっていうか。うん、こういうのもなんだけど、閉じ込められたのが君のところでよかったな。とにかくそういうことで、これから僕と君は協力して君の記憶を取り戻さなきゃいけないんだ。僕にできることなら何でもするって言いたいんだけど、実はいろいろと制約があってね。僕は人類に干渉できないんだ。君に触れることもできないし、君が僕に触れることもできない。そもそも君以外の人間には僕の姿は全く見えないし、声だって聞こえない。だから聞き込みすることも君の代わりに働くこともできない。さらに言えば君から10メートル以上離れることもできない。何でもするって言ったけど、結局君を応援するくらいしかできそうもないんだ。いや、それでもね、誰もいないよりはマシだと思うんだよ。僕だけは何があっても絶対君の味方だから。犯人はオリオンだったりしないことは保証する。
言ってもらえると嬉しいよ。これから一緒に頑張ろうね。で、あのさ、本当に何も覚えてない？名前は？名前くらいはなんとなく思い出せないかな。ん？それが君の名前？そっかそっか、それだけでもわかるなら上出来だよ。よし、それじゃあここにいても仕方ないし、とにかく君の世界に戻ろう。え、ここはどこなのかって？それは説明が難しいんだけど、パラレルの中間、そういう表現が一番近いと思う。この世にはあらゆる可能性がある。そしてその可能性の数だけ平行世界が存在する。例えばある世界の君は学校に通っているかもしれないし、別の世界では働いてるかもしれない。ここは並行して存在するいくつもの世界のどの世界にもつながっていない平行世界の隙間。平たく言えば君は今世界の隙間にチューブラリンの状態でいるんだ。でも僕には君がどこの世界から来たのかわからない。あ、でもどの世界も君のいた世界であることに変わりはないよ。平行世界に正解不正解は存在しないからね。だから君が本来いた世界へ戻って記憶を取り戻そう。そうすれば友達に話を聞くとか、携帯の履歴を見るとか、記憶を取り戻す方法はいろいろあるよ。あ、でもちょっと待って、相談する相手だけは十分気をつけて。人類は凶悪で残酷な生き物だからね。よほど信頼できる人以外には記憶喪失なんて言わない方がいい。ありもしない記憶を植え付けられるかもしれないからね。俺はお前に100万円貸してるんだからちゃんと返せよな、とかそういうことを言われても本当かどうか判断できないでしょ。最低なダメ男を彼氏だって紹介されて本物の彼氏を奪われるかもしれないし、無職だって言われて信じてるうちにバイトをクビになったりとか、はたまた縁もゆかりもない奴が親友を名乗ってマルチ商法に誘い込んできたり、最終的には落ちるところまで落ちて気がつけば外国行きの船で輸出されてるかもしれないね。そんなことになったら困るでしょ。そうかな。でもね、逆に考えてみて、運よく優しい人に接触できて記憶喪失ですって教えたとする。そうしたら君はどうなるかな。順当に考えれば記憶がありませんなんて言ったら強制的に病院行きじゃない？記憶が戻るまで保護って名目で病院とか家とかに軟禁状態になるんだろうね。多少は外に出るにしても基本閉じこもることになるでしょ。普通はそれでいいんだろうけど、君の場合はそれじゃ困るの。君の記憶は脳や精神のトラブルでなくなったわけじゃないよね。僕っていう存在によって押し出されてしまったものなんだ。だから病院や家で保護されても君の記憶が戻るわけじゃないし、むしろ刺激がなければ悪化する。病室で誰とも会わずにぼーっと過ごしてたらいずれひどいことになるよ。それこそ水の飲み方とか呼吸の仕方とかすら忘れてくかもしれない。そんな恐怖のバッドエンドを回避する明日のためのその1、情報収集。できるだけ積極的に人と会って、もともとの自分がどういう人物だったか探るんだ。自分が何者で、家族は誰で、どんな交友関係があって何をしていたか。そうやって情報を増やして記憶の外堀を埋めていくんだよ。そうすればきっとそれがトリガーになって君の記憶は戻っていくはずだ。そうしていくうちに今度は僕が押し出されて君から分離できるはずなんだ。今の状態じゃすごくリスキーだけど、それが一番確実な方法だと思う。ごめん、不安にさせる話ばっかりしちゃったね。でもまあ、まずは家族に相談すればいいんじゃないかな。精霊が精神に住み着いたって言って信じてくれるとは限らないけど、最低限君の情報は教えてくれるよ。後のことはそれから考えるとしよう。さ、それじゃあ君の住む現実の世界へ戻ろう。やり方は簡単だよ。目を閉じて思い浮かべるんだ。記憶を失った君が何かを思い浮かべることができたなら、それが君の望む世界だよ。ただ、
その世界は複数あると思うから、君がこれだと思う世界を選択して。あ、目が覚めた？気分はどう？どこか痛くない？僕のことわかる？よかった。パラレルの中間で話したことはちゃんと覚えてるみたいだね。うん、気分も悪くなさそうだ。まずは一安心だね。はい、おふざけはここまで。一応改めて言うけど、僕の名前はオリオン。もちろんちゃんと覚えてるよね。これから君の相棒になる精霊だから、くれぐれもよろしくね。さて、それじゃあまずは家族に相談してみようって話だったね。家族から君の情報を聞けば記憶なんてすぐ戻るよ。ただ問題はね、君一人暮らしみたいなんだよね。いや、君が寝てる間に家の中を見て回ったんだよ。君んちワンルームマンションみたいだね。日当たりよし、収納多し、風呂トイレ別、室内洗濯機か、築年数も割と浅め、モニター付きインターホン完備、解錠ボタンがついてるとこを見るとオートロックのマンションなのかな。セキュリティも万全ってわけだね。君って見たところ高校生か大学生くらいだと思うんだけど、問題は相談できる家族がこの場にいないってことなんだよ。単に一人暮らししてるだけなのか、天涯孤独の身の上なのかはわからないけど、ねえ、君自身はこの部屋を見てみてどう？何か思い出さない？そっか、まあそう都合よくはいかないよね。一人でパジャマ着て寝てたんだし、君の部屋だってことはほぼ確実だと思うんだけどね。とりあえず君も部屋の中を見てみてよ。引き出しの中とかさ。僕、人類のものには触れられないから、そのあたりはノーチェックなんだよね。僕が見て分かったのは、君が一人暮らしだってことと、今が8月らしいってことくらいかな。ほら、カレンダーが8月になってるでしょ？その割には快適な温度だけど。ということで、まずは自由に探してみてよ。筆記用具に、便箋、封筒。ああ、君がどういう人なのかが分かるようなものは全然入ってないや。雑貨入れだね。特に見るべきものはないかな。お、奥に何かある。なんだろうこれって、ただの少女漫画じゃない。こんなのいちいち隠さないでよ。君、エアコンつけっぱなしで寝てたんだね。それでこんなに快適な温度なんだ。納得納得。学校のレポートでもやってたのかな。あ、手帳らしいものがあるね。これは後でよくチェックしないと。お菓子の空箱が捨ててあるくらいだね。アルバムらしいものはないか。写真があれば有力な記憶のトリガーになりそうなのにな。他に置いてあるのは難しそうな本ばっかりだね。基礎心理学、臨床心理の現在。君って心理学の勉強をしてたのかな。は、学生証があった。よし、これだけで随分いろんなことがわかるぞ。やっぱり君の名前は君が自分で思い出した通りの名前だったみたいだね。それから君は大学生みたいだ。心理学科の1年生。学校の住所も書いてある。これならちゃんと学校には行けそうだね。ん、でも待てよ、今は8月なんだよね。それだと大学は夏休みじゃない？え、精霊なのに大学の夏休み期間なんてよく知ってるなって。僕こう見えても人類の常識には結構詳しいんだ。あれ、ってことはラッキー、これで今月中は猶予ができたね。
大学が始まって雑多な人類の思惑や欲望にさらされる前に記憶を取り戻せるかも。たくさんの人に会えば会うほど記憶を取り戻す可能性は高まるけど、騙される可能性も高くなるからね。夏休み中で自由な時間があるのはすごく運がいいよ。今月いっぱいを目標に頑張ろう。はだそ、いい？そんな甘い子。人類の 99% は人類の世界に降りたことのある先輩から僕も怖い話をいっぱい聞いたんだ。だから君も絶対油断しないで。変な人に騙されちゃダメだよ。それじゃあ、あ、携帯、携帯派遣。これだよこれ、最高の情報源。中身をチェックしてみよう。メールや通話の履歴を見れば何か思い出せるかもしれないよ。お母さんとか親友とか疑う余地なくはっきりきっぱり書いてないかな。は、早速情報発見。今日は8月1日みたいだね。ほら、ディスプレイに表示されてる。やったね、夏休み丸々1ヶ月余裕がある。それじゃあアドレス帳を見てみようよ。家族っぽい人の番号がないか調べてみよう。なんなら片っ端から久しぶりとか言って電話かけてみたっていいよね。なんか情報のかけらくらい喋ってくれるだろうしさ。携帯って情報の宝庫だよね。で、あれ？アドレス登録件数1250件？まさかの4桁？君って友達多いね。あ、歯医者の番号とか学校の番号とかもたくさん入ってる。なるほどね。いや、それにしたってこの件数はないでしょう。君こまめに登録しすぎ。このアドレス帳全部チェックすればどっかに情報隠れてるかもしれないけど。何もわからないかもだし、そこまで手間かけてらんないね。次、メール履歴。って、あれ？受信メール総数5件 ?1250 件もの連絡先を登録しておきながら、受信メールはたった5件？君ってちょっと寂しい子だったのかな、なんて。あ、ごめんね、あんまり追求しないよ。5件のメールをくれたお友達は誰かな。あ、みんな同じ人からだ。しかも、あれ？なんだ、一番古いメールが3日前じゃない。わかった、君さ、携帯買い替えたばっかりだったんだよ。ほら、よく見てみたらこの携帯ピッカピカじゃん。見るからに新品だよね。で、3日前に買い替えてから今までに届いたメールが5件ってわけだ。うん、それなら納得。それじゃあこの5件のメール内容をチェックしようか。それではまず君が携帯を新しくしてから最初に届いた記念すべきメールから言ってみましょう。シンプルだね。よっぽど親しい人なのかな。まあいいや。それでは次のメールに行ってみましょう。さあ2番目のメールは？うん、とてもシンプルだ。毎日同じ人から同じ内容じゃん。しかもほぼ同じ時間。はあ、数少ない情報源なのにさ、この人は何がしたいの？あ、喧嘩中だからそっけなく一言メール連発ってわけ？なるほど、その可能性もあるかもね。それにしてもこいつ、本当にめちゃくちゃ律儀にメールしてきてるよね。やる気ゼロっぽいのに。一言だけのメール、毎朝毎晩の挨拶、男の名前。ここから僕が推測できる関係はたった一つ。こいつは割と高い確率で君の彼氏だ。じゃなかったらこんなメール連続で送ってくるなんてうざすぎて着信拒否者だよ。あ、噂をすればだよ。はいはい、順番からするとおはようかな。いきなり別れ話モードに入ってそうな雰囲気だね。もしかして無愛想な彼氏に君がキレたって感じかな。やれやれ、いきなり難易度高いな。って、ちょっと待った、何返信しよう。
としてるの？よく考えて。あのね、今の僕の推理が正解なら別に変身しても構わない。でも違うかもしれないんだよ。こいつがもし単なるストーカー野郎だったらどうするの？ほら見てよ、送信メールの方、君からは一度も返信してない。誰かもわからないやつに返信するくらいだったら直接会って反応を見た方がマシ。とりあえず会いに行ってみて、ヤバそうなやつだったら無視して帰ってきちゃえばいいんじゃない？でもさ、もし君の彼氏だとして、彼氏との喧嘩って大抵ものすごくくだらない理由だよね。例えばこの不愛想すぎるメールが原因で喧嘩したとかだったら別に何の問題もないわけだ。もし真剣に交際中の彼氏だとしたら、記憶喪失の相談相手になってくれる可能性はとっても高いよね。そう考えると、いきなり彼氏らしきやつが浮上した今の状況って結構ラッキー。うん、いける、これはいけるよ。よし、それじゃあ早速メイドの羊ってとこに乗り込もう。ってどこだよそれ。いや、でもここで話し合おうって呼び出すからには話し合いができる場所だよね。あ、そういえばこの世界にはネットっていう便利なシステムがあるじゃない。メイドの羊がなんだかわからないけど、変わった名前だし調べてみたら案外簡単に出てくるかも。メイドの羊、メイドの羊と、お、そんな妙な名前の店が一軒だけあるね。何？あなたのメイドと羊がいつでもお帰りをお待ちしております。これはメイド喫茶で羊喫茶なコンセプトカフェってやつかな。そんな店を大事な話し合いの場所に指定してくるこのケントって男は一体何？まあとりあえず喫茶店の一種には違いないし、ここで正解っぽいかな。よし、ケントとやらの趣味については後で追求するとして、とりあえず道順を調べようか。っていうか今いる場所の住所もわかんないんだけどさ、多分一度外に出れば電柱か何かにでも書いてあるんじゃないかな。で、その住所からメイドの羊までの道順を検索して、とりあえずお店に行ってみよう。しっかしなんだね、ちょっと涼しいよね。これ秋とかの気温だと思うんだけど。ねえ、8月って何かの間違いじゃない？携帯買い替えた時に日付が違ってるの気づかなくてそのままとかさ。いや、わかってるよ、カレンダーも8月だったよ。でもこの世界の8月ってこんなに気温低くないと思うんだ。こんな異常気象じゃ人類の君は風邪をひくし、そうすると君と同化してる僕も辛いんだけど。いや、まあ異常気象による人類の危機についてはとりあえず横に置いておこうか。今問題なのはメイドの羊だよ。でもってケントだよね。プリントアウトしてきたこの地図を見る限り大きな駅の近くみたいだね。歩きついでに見慣れた景色を見て君の記憶が蘇るといいな。おお、でっかいビルが見える。きっとあっちの方だね。見覚えはある？わかんないかな。うんうん、駅近っぽくなってきた。ずいぶん生活臭がなくなってきたね。地図だとこの近くなんだけど。お、繁華街に出た。おお、あったよ、メイドの羊。着替えとか住所調査とかもろもろ含めてここにたどり着くまで約1時間半。ここまでは順調だったけど、問題はここからだよ。彼氏かもしれないし、ストーカーかもしれない正体不明の男と記憶喪失だってバレないようにお話をする。しかもお話し合いの内容は多分別れ話だっていう超高難易度問題だ。ごくり。覚悟はいいね。それじゃあ行こうか。へえ、意外にレトロで落ち着いた雰囲気のお店なんだ。別れ話なんて深刻な話をするにも案外合ってるかもね。で、そもそもケントってドイツなんだろう。君か。あ、この人？で、なぜ猿？お前か。ずいぶん待ってたよ。あ、この人か。で、また去られた。二人とも単なる知り合いなのかな？
彼氏がここで待ってるのを知ってて挨拶で声かけときました的な感じ。あれ、でもあの二人この店のウェイターだよね。なんで君の名前知ってんの？もしかして君ここの常連だったのかな。まあそれはそれとして、ケントはどこだろう。そうだね、知らない道を歩いてきて疲れたもんね。よし、とりあえず君の好きな席に座ろう。話があるのは向こうだ。話したければ向こうから来るはず。というわけで着席。うわ、でかい人。何のつもりだ。私の前には座りたくないという意思表示か。それならなぜこの店に来たんだ。私はね、君、独身術が使えるわけではないんだ。口にしてもらわなければわからない。君が私の態度に対して文句を言いたいのは分かった。だが、それならば要求をもっと明快にしてもらいたい。ああ、こいつがケントか。私は女性との交際について私なりに調べた上で行動している。その上で足りない部分があるなら善処しよう。だがまずは不満を言ってもらわねば始まらない。オーケー、こいつは間違いなく君の彼氏らしい。でもって君とこいつが喧嘩してたのも間違いなさそうだ。聞いているのか。なんとか言ったらどうなんだ。よくわかんないけど、とりあえず何か答えなきゃだよね。で、あれ、喋るってタメ口で？それとも敬語？こいつ年上だよね。君、自分が年上の彼氏にタメ口で喋るタイプだったかどうかわかるわけないよね。どうする？君は私の態度が気に入らないあまりに不良少女。やばい、普段は敬語だったっぽい。今のタメ口なし、忘れて。まあ別段敬語でなくとも構わないが、いささか挑戦的だな。君、すまないが私のコーヒーをこの席へ、それから彼女にカフェオレを。かしこまりました。ででかいよ、怖いよ。なんだと言うんだ一体。文句があるならいつものように縦板に水でまくし立てればいいだろう。そうすれば私の方もいつも通り論破させてもらうだけだ。黙っていては何が不満なのかわからない。なあ、議論に負けるのが怖くて黙っているのか。はは、首相になったものだな。どうせ首相になるなら、たまには素直に謝るという芸でも見せてみたらどうだ。そうすれば万事解決だ。何しろ私は別段怒っていない。怒る怒らないなどという段階ですらない。なぜなら私には未だになぜ喧嘩になっているのかさえ分かっていないんだからね。分かってないくせにむちゃくちゃ喧嘩腰だね。あの意味のないメールがうざいとか、いちいち上から目線がムカつくとか、不愛想で怖いとか、でかくて怖いとか、記憶を失う前の君の不満は想像するしかできないんだよね。向こうもわからないならいっそ謝って喧嘩を終わらせちゃうって手もあり。本当に何が不満なんだ。言えない理由でもあるのか。なら何をしにここへ来たんだ。昨日はあれだけ怒っていただろう。いい加減黙り込むのをやめろ。不満があるなら端的に言え。ああ、なるほどね。君らしい答えだ。実に君らしい答えだ。確かにそれは私の望んだ通り端的な答えだね。しかし結局不満の内容は曖昧なままだ。一体そういう態度とはどういう態度なのか、私はそれを聞いているんだけどね。私と君の議論はいつも根本的なところですれ違っているな。興味深いくらいにね。ああ、完璧にいつも通りの態度を取れたみたいだけど、やっぱこいつ怒ってるよ。言い返さないのか。今日の君はどうしたんだ。そうしおらしくされると調子が狂う。私の方が悪いことをしている気になる。やめよう。私は別段喧嘩がしたくて来たわけではない。君の不満を聞くために来たんだ。まとまらないならいずれ話してくれればいい。もちろんメールでも構わない。今現在特に言いたいことがないようならもう店を出よう。長居をしてしまったからな。今日の君は本当におかしい。
すまないが、この宅の会計を私の分と一緒にしてくれないか。かしこまりました。少々お待ちください。ふぅ、なんとかこの場はしのいだみたいだね。しのいだっていうか、黙ってたらこいつが勝手にいいように解釈してくれたんだけどさ。まあ、こいつ自身怒られてる理由を分かってなかったとこを見ると、深刻な問題じゃなかったんでしょう。浮気してたとか、借金してたとか、暴力振るったとか、その他大問題があったなら、当然本人も分かってるはずだし。何をぼーっとしている？会計を済ませて出るぞ。ここの勘定は私が持とう。いや、君は計算が苦手だったな。少し日常生活を利用して鍛えた方がいいと常々思っていたんだ。では、君がすぐに合計金額を暗算できたら、会計は私が払おう。できなければ公平に半額ずつだ。え、なんでいきなりそんな話に？記憶喪失だけで手一杯の人間に殺生な。私の頼んだブレンドは670円、君に出してもらったカフェオレは780円だ。さて合計は？正解。さすがにこれは簡単すぎたか。すまないな、自分の教え子はつい試したくなってしまう。え、教え子？約束通り、ここの勘定は私が持とう。では、今度こそ行くか。教え子って何？もしかして、教師と生徒の禁断ラブなの？っていうか、ラブでも何でもない単なる教師と生徒だったりして。いや、さっき女性との交際がどうのって言ってたよね。間違いなく君の彼氏だよね。で、悩んでる間に出てっちゃったし、追いかけよう。少し歩くか。それより教え子の剣を。って、こいつ歩くの早っ。これ競歩？ねえ、置いてかれちゃうよ。どこに向かってるのかな？せめて雑談とか何かないんですかね？ねえ、君からも何か、って下手なこと言えないか。駅？ここからどこか行くのかな？え？まだ歩くの？あれ、ここって来るときに見た覚えがあるような気がする。ここ君ん家の近くだよね。もしかして送ってくれたのかな？わ、家着いたね。やっぱ送ってくれたんだ。すっごく不愛想だったけど、意外と紳士かも。もう少し歩くか。はい。私には特に興味を惹かれるものがないのだが、君にはあるのか？あるなら言ってくれ。何を言ってるんだかわかりません。この競歩の目的は何？健康維持？私は今君に興味のあるものはないか、もう少し歩くかと聞いたのだが、どうしてそこから私が君を送っているという発想が出るんだ？いや、駅から自分家の前まで一緒に歩いてきたら、普通は送ってもらったと思うでしょう。友人に付き合い始めの男女が取るべき行動を聞いたら、無目的に駅前などを歩けばいいと言われた。だからその通りしたまでだ。だが、これに何の意味があるんだ？いや、その友達は多分、ウィンドウショッピングをしろって意味で言ったと思うんだ。私には男女交際の仕方などよくわからない。繰り返すが、要望や不満があるなら、具体的かつ端的に伝えてくれ。では、特に何もなければ私は大学に戻る。またメールする。行っちゃったよ。謎の時間だった。